はい、おはようございます。長野市議会議員の小泉一馬。今日もこちら県庁前交差点でもうこれでもかっていうぐらいの街頭演説をしてまいりました。長野市議会議員の小泉一馬でございます。今日はね、まあ、この場所に来るとね、もうお話しすることは決まってるんですけども、長野県庁林務部と安倍知事さん、おかしくないですかっていうお話ですよね。で、最近ね、特に本当に長野県知事安倍秀一さん、どうしちゃったのかなと思いますね。っていうのはね、また同じ構図でね、出てきちゃったんですよね。海北森林組合補助金不正は嘘の書類こさえてね、林道整備なんかの金、ジャカスカ出しちゃったんですけども、今度はね、間伐の取りまとめの交付金がね、やっぱり嘘の書類書いちゃってさ、それで交付金を出していたっていう、そういう不祥事が明るみとなったところですよね。でね、これね、大学森林組合のことで反省してんならね、もう去年の1月に内部通報で上がってきた話らしいんだから、それをその時点でこんなことまた出てきちゃったけど、すいません皆さん、ちょっとね、調べてご報告しますねみたいなこと、やっときゃいいのにやらないでしょ。でね、安倍知事はね、小泉一馬はね、最初はね、評価してましたよ、1期目の初期ね。っていうのは、やっぱり小泉一馬も情報公開って言ってる。それで安倍知事もね、あそこに住んでる、住んでるじゃないか、あそこに陣取ってる方も、情報公開ってことを言ってたんですよね。それで1期目は実際ね、長野県庁が情報公開請求したら、そんなもん出さないよっていう問題に対して、安倍知事はなんか自分でね、命令して、これ出しなさいっていうことで、本当に出てきたって、そういう事件もありましたよね、あったんですよ。で、それがね、今は逆に隠している。で、出てきても、いや、そんなものは報告書に書いてあるそうじゃん。どこに書いてあるのってことなんです。情報公開の序の字も、上の字も忘れてしまっている安倍知事。何で政治家はね、初心忘れたの思いだと思う、は終わりだと思いますね。小泉さんはきちんと初心に帰っていただきたい。そしてね、何よりね、ショッキングだったのは、メディアに対してね、この件について、事実誤認がある。言い切ってんですよ、安倍知事さん。複数あるって言ってますよ。本当にホームページに掲載してある知事の記者会見のビデオを見てみてください。本当にえらい勢いでね、言ってますからね。で、じゃあその、じゃあ事実誤認何なんですかってことを、ね、聞いたって答えない、まともに。ほんで、未だにね、それ明らかにされてないですよね。県民に対しても、あるいはメディアに対してもそうだと思うけど。これね、都合の悪いニュースは事実誤認だ、嘘のニュース、フェイクニュースだっていう手法、誰か使ってたよね、安倍知事。あ、これいいじゃん、これだと思って、真似してるんですかね。そんな猿真似するようになったらね、政治家も終わり。もうね、安倍知事も本当にオワコンになりつつあるのかな、小泉一馬、本当に心配申し上げておりますよ。ということで、県庁 OB 長野市議会議員の小泉一馬、今日の街頭トークの内容でした。ありがとうございます。